Hi Minasan, c'est Genjo et aujourd'hui on va se retrouver sur Tale of Berseria pour continuer mon aventure. Et oui, cette fois-ci je pense que je vais rester encore pas mal dessus. Depuis que j'ai fini, on va dire, Doom, il faut bien que je m'occupe. Donc voilà, juste pour savoir, mais voilà. Je suis sur le jeu. Allez, donc c'est parti. Alors, la dernière fois, je vais laisser ici dans cette ville. Le bandeau au pirate, je vais un peu l'enlever. Je vais mettre ça, tiens. Voilà, comme ça c'est pas mal, c'est stylé. Un ornine. Non, je le sais comme ça. Je sais même pas qu'est-ce que je fasse. Je crois qu'il faut que j'y aille dans. Je suis pas encore allé dans cette auberge, 100%. Mes yeux. Hein? ミッドガンド攻防士約800年前、我が大陸は異大陸の軍勢に制圧支配された。ほとんど記録が残っていない以後の500年間を暗黒時代、クローズドダークと呼ぶ。300年前、この暗黒時代を終わらせ全土を再統一した英雄がクローディン・アスガード王である。 クローディン、その名前どこかで。オッケー、フェコルペセラ。よし、今日の修行はここまでにしよう。ありがとうございました。それにしても兄さんの技ってすごく品があるよね。これは俺の師匠クローディン先生が作った剣技だよ。 私もあんな綺麗な技を使ってみたいな。同じ型を教えたんだがな。なぜかお前は断りと違う蹴りや技が出る。ああ、体が勝手に動いちゃって。まったくお前は。だがベルベットはちょっと先生に似ているよ。先生もなかなか変わった人だった。いつも風変わりなマントを着ていてな。 風変わりなマント？でも火のように強く、水のように周囲を潤し、地のように揺るがず、風のように自由で、今でも俺の憧れの人だ。私も会ってみたいな。それはもう無理だ。亡くなったの？ああ、先生は俺を守った。 いや、本に書かれているのは300年も昔のこと。同じ人物のはずない。ベルベット、どうかした？ううん、何でもないわ。クローディンって王様は随分強いやつだったんだの。それだけじゃないよ。歴史上で一番民を信じ、民から愛された王様って書いてある。 ミッドガンド王国はそのクローディン王の一族、アスガード王家の末裔を名乗っている。アルトリウスに同志などという大仰な称号を与えたのは
暗黒時代を終わらせた英雄王の栄光を再現しようという意図の表れかもしれんな。子供騙しね。称号なんかで世界を変えられるなら苦労しないわ。そうとも言い切れん。重要なのは民衆が同志という称号に希望を見出し支持している事実だ。それは同志の名のもとに世界の意思を操作できるということだからな。全部承知で称号を受けたならアルトリウスの覚悟も半端じゃないな。あいつの覚悟なんてとっくに分かってる。あれだけのことをしたんだから。ouais bon allons-y。Un truc en haut à voir.同志って言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れてゴーマを蹴散らし大魔師の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。あ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。J'ai essayé de passer par le nord. Je sais pas quoi, je sais pas si ça va être utile. Dis-moi, est-ce que c'est par là? Konnichiwa.マギル奇術団さん、うちの依頼を受けるなんてあなたたちかなりやるようね。決死鳥か。何の用？攻守警戒ゴーマって知ってる？清涼が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払うわ。報酬？うん。清涼に頼めばタダで倒してくれるの？ところがそうでもないのよ。攻守くらい強力なゴーマになると清涼は迂闊には手を出さないの。手を出すのは討伐に要する犠牲より攻守が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、攻守になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間はいっぱいいるのよ。なるほど。そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。各地にいる警視庁の仲間が攻守警戒ゴーマに関する情報を持っているわ。攻守を倒して仲間に報告してくれれば報酬を払う。あんたの依頼は分かったけど約束はしないわ。それでいいわ。警視庁は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから、これはお近づきの印。決死鳥、さすがにしたたかだ。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだけど、これで攻守を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。そういう清涼が戦いを避けるほどの相手、舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら
各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。おう、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。 OK。命がいらないようだな。耐えきれるか。こいつはどうだ。ここね。ブリッジ。ブリッジ。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。こいつは危険冷却。ブリッジ。次はドイツだ。危険冷却。呪い。超地面。効果冷却。危険冷却。無手かと思いきや、すでに狂気だな。上剤。戦場だ。Das der Abi. この拳止められはしない。ライフィセット。何？ロクロ。ロクロ。魔法カレー。え？あのフォイ。お前面白いな。そんなに麻婆カレーが気に入ったのか。香ばしくて、時々ピリッとして、ふわっとして、食べたら嬉しい気持ちになった。大好きってことだな。精霊ってそんなに食いしん坊なのか。人間やゴーマと同じように大食いも小食もいる。味覚も好みもそれぞれ違う。アイゼンは好きな食べ物があるの？俺は神水と。神水と何？いや、主に神水だ。アルコリック。神水だけじゃダメか。ちょっと気になっただけ。俺は神水と芋けんぴが好きだぜ。芋けんぴ。さつまいもを短冊切りにして油で揚げて砂糖を表面に絡めたお菓子だよね。ああ、これがな、いくら食っても飽きないんだ。お前は浸水のみなのに甘いものも好きなのか。おお、どっちも好きだがダメか。いや。芋けんぴ食べてみたいな。あ、恥ずかしがらないでいいわ。言ったでしょ、お腹が空くのは生きてる証拠。sérieux。Sérieusement, cela. Je sais même pas si c'est par là où je dois passer, c'est what the fuck.行くわよ。は
La. Allez, attends, voir. Je suis pas déjà passé par là. Mais si, je suis déjà passé. Tsugi. Si, je suis déjà passé par là, merde. Ok, non, on va tester là-bas alors. ここだ。暗い。ショック。燃えて。効果点消える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 。やれやれ。 On va passer par là. Ah, un coffre à chat. Yes. Voilà. C'est où que je vais en fait? Porzek. Ah putain, c'était ça. Ah merde. Je sais pas si je peux passer par là. Koukaden! 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 Koukaden!
容赦の情け一切かけない、情けない。Ouais, on peut pas sauter par là, fait qu'il va faire un seul détour. Fuck me.
Ok. On va passer par là. Pourtant j'adore ce style de paysage, hein, bien. Oui. Ouais, il court trop vite. Ah, pas de loup. Merde, ah, pas ce côté. Bon bah il faut que je retourne vers le port. C'est parti, allons au port alors. Ouais. Est-ce qu'on peut monter par là? Un peu, avec quelqu'un. On va faire deux tours. Ah, mais toute manière, c'est là où j'arrive du port, donc. Lâchez-moi. Lâchez-moi, les bestioles. Je vais voir combien je suis de minutes, je reviens vite. Mais en fait, finalement, ça va être la fin de cet épisode. Je suis à 30 minutes, donc voilà. Bon, on se dit à plus tard pour un autre épisode sur Tale of Berseria. C'était Gacho. Bye bye.